本日泊まっておりますホテルでございます。アメニティが揃ってますね、いいですね。でこっちがお風呂で、あれあれ誰ですか、あなた誰ですか、あの人、あなた誰ですか、この人誰ですか。あー心なんだ、お湯を入れてやる。はい、というわけで本日はですね男女で、はい、というわけで本日はですね男女でお風呂にどれくらいの時間がかかるのか比較をしていきたいと思います。男5人、女5人、メンバーを言ってください。僕はカナタ、オーシャン、ココパパ、ズケさんでございます。女はですね、メイちゃん、マー、ナナ、私、メイちゃんのお腹の中にいる女の子。ミンクさんはね、お風呂に時間がかかるからね、カウントしましょう。で、多分、私らは、マー、ナナと私が入って、メイちゃんが入る。あ、ってことある、太る。風呂自体は2回やな。そうですね。で、そちらは多分俺は、俺、カナタ、オーシャン。パパ、スケ、最初に入る。あ、違う、間違えた、間違えた。オーシャン、僕、カナタ、ズケさん。で、そっちはどうでもいいよ。そっちはどうでもいい。で、広角カメラ、そっち持っててくれて、エンドレス足元撮影しといて。そう、で、私、アメちゃんと交代して、撮影する。はい、それでは、比較検証していきましょう。予想は、どっちが何分、どっちが予想は、5人やね。5人か。俺は、まあ、俺とオーシャンとズケさんとカナタが多分長いと思うから4人では入られへん、このお風呂。ズケさん、ズケさんの妹ってさ、お風呂何分ぐらい時間がかかるんやったっけ。最大2時間ぐらいやってる。そう、JK、JC、JK 2時間はね、そう、JK はね、それだけ時間がかかるんですよ。じゃあ、お湯止めましょう。はい、バイバイ。はい、男性陣、お風呂を開始します。まあ、全員で1時間でおったらいいかな、それぐらいじゃね。ブラウザ動いた。よいしょ、よいしょ。おーや、おつれいつも子供とペアルックみたいなさ、終わりも子供はこの子たちをですよ。まあ、一緒これで泥の中で走ってられるんです。これがボルトカラーっていう黄色っていうのが3つ目になるっぽい。そのボルトカラーに合わせたこの間発売されたナイキを、どこでどうなってるの、どこが特注されてるの。ボンセだけ。はい、匿名の名前がオーシャンとカナタとボロくんです。オーシャン稲妻ケエコがあるね、はい、歌うな稲妻って言うの。Yeah.
はい、ちょっと待ってな。サラダはやってもらいい？うん、サラダで。サラダで。あ、重たっ。なんか重たくないと思う。おーちゃん。まちゃん、おーちゃん。おらな、こういう風になタオルが小さいかと思ってな。これな、必殺技を準備したし、必殺技。ここに、こうして、下読んで、服。何かしこれ。パプリカ、花が咲いた。まれた空に種まこ。ハレルヤーユーハー。シャツが着るときめんどくさい。うん。ほっ、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 めっちゃ浮き甘い。ほっちゃうよ。でも、漬けさんは靴脱いじゃうからね。いい？わかった。はい、パチ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 。ガーコーペンピーアレンガー。あった？え？あった？うん。あったって何がや。おしっこか。なあ、はい、おしっこ、おしっこ、早く、早く、早く。はい、おしっこで。出てないんかい。はい、ということで、まあ、動画自体これ今表示上今40分ぐらいかな。はい、で男ども終わりました。はい、いやまだまだ女性陣入ってるだろう。はい、あとゆっくり休むだけです。ふっ、叶えた。イエーイ、バイバイ。はバイバイ。お風呂入るよ。誰と入るの？ママ。ママ。ママって？ママ。ママ。ママ。はい、わかりました。じゃあ二人立って。今からお風呂に行ってきます。はいはい。はい、行きましょう。もうカメラつけちゃったから早く。わからん。何分？今2分50。やばい、2分経ってるもん。あ、もう、あ、カウント？座ろう。そうそうそう、出してるよ。座って。はい、顔を落とすのも入るからね。入ってきまーす。あ、きれい、プリプリ。クレヨンしんちゃん。じゃあ、酒コプター。さあ、さあ。誰？酒コプターだったの誰？ドラム。マシマシマシ。姉ちゃん、今から入るぜ。姉ちゃんはお腹の中の女の子。なんで男の子たちしたいの？え、下は男の子たち。待って、下は男たちの部屋かな。待って、そんなことある？いや、特に。はい、二人は首。どういうこと？マーちゃんたちの猫おる？お家にマーちゃんたちの猫、うん、猫あおるで。あの、でっかいな、あのでっかいな、トトロみたいな猫がおる。マーちゃんよりめっちゃ高い？はい、ベッドの上行った？ちょっととりあえず一回死亡しようか。うん、お風呂上がりのこの脂肪感、はい、あ、やばい、パンツ見えるで、あんたら。マーちゃん長いな。マーちゃん長いな。はい、というわけでお風呂入ってきました。めいちゃん入ってきてください。はい、めいちゃん急いで急いで急がんでいいよ別に。
お湯ためるところから別にためながら入ってもいい。っていうかな、シャワーしとったら、湯船の中でシャワーしとったらそれだけで熱い。あ、それでいいわ、うん、湯船使っとったら死ぬ。ここのホテルに化粧水がないかなと思って。あ、めいちゃん入浴剤あるで。え、知らん。どっちも一緒。それ足にかけとき、これいらんから。いや、でもののちゃんもママちゃんも可愛いよ。ママは今どうなってる？変な顔された。今私こうなっております。やばいですね。そろそろ撮りましょうか。ここお風呂の窓やろ。え、やんな。ほら正解や。ほらお風呂の窓、めいちゃんやね。これ覗きに来たけど特に興味ないみたい。二人別にいいんだって。なんかすごい、え、音声だけお楽しみくださいって言った。なんかすごい、あの、悪いことをしている気分になっているのは気のせいかな。いや、歌でも歌っとうかなと思って。え、歌でも歌っとうかなと思って。お風呂入ったらさ、態度ない？態度。今寝てるわ。あー、マジか。お風呂入ったらなんかすっげー動くってイメージがあった。はい、じゃあ失礼しました。あ、花火。早く。見て、こっちあっちめっちゃ綺麗。やったー、花火がまさか見れるとは。なあ、前も見れたな。なんかミッキーさんやな。あれ覚えとる、うん、お誕生日の時、まーちゃんの花火見たな。よかったね。うわ、すっげえ光っと。お、花火が落ちていく。綺麗な。うん、落ちていく。あそこがディズニーランドか。うん。明日行くとこ、うん、なんで明日行くん？可愛いから。違うやろ、ナナタンのお誕生日。そう、で、まーちゃんももうすぐお誕生日。正解。まーちゃん、ナナと一緒なの？一緒じゃないよ。メテの中にいる赤ちゃん生まれたらな、お誕生日。そうやな、お誕生日、0歳のお誕生日。そうやな。1、2、3、4、5歳。そう、7、5歳。はい、映ってますからね、お姉さんたち。モノレール、後ろ姿で。はい、15分ってことは23分プラス15分。めっちゃ入ってたん？めっちゃ入ってたよ。寝とったわ。それいつからよ。え、私が出てからよ。もう私まで頭乾かしてもたわ。はい、というわけでですね、あらかじめりゅうちゃんからいただいた情報と元に、情報を元に、男部屋と女部屋のね、お風呂の長さの違いとかそういうの違いをね、覗き見してみました。ゴリラからいただいた情報、オーシャンと子供2人で20分、漬けがお風呂10分ぐらい、リュウちゃんがお風呂10分ぐらいだそうです。漬けとゴリラは2人洗う方、洗いたい方なんですけど、お風呂に長く使っているような無駄なことはしないみたいな、そういう性格でございますね。漬けとリュウちゃんがお風呂に入ってる間は、カナタとココロがゴロ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 ってベッドで遊んでたそうです。その様子が普段の様子で出てるので、皆さんぜひ見てみてください。女子部屋はですね、見ていただいた通り、私とマーナナで3人で入って20分ぐらいで、めいちゃんが入って、めいちゃんはね、あの、妊婦さんやから、あの、動くのも結構ゆっくりでね、大変なんで30分ぐらいでした。女性としてはそれぐらい時間がかかるかなという感じです。大勢でホテルに行ったらこんな感じでお風呂をね、ローテーションしてます。たまにあの、男も女も一緒の部屋っていうね、時、沖縄行った時とかそういう時があるんですけど、お風呂渋滞がね、発生してしまうんですよ。そういう時はお風呂が早い人から順番に行くようにしてます。うちに誰かが泊まりに来た時も、2階にシャワールーム、1階にお風呂場があるんですけど、お風呂場にね、行くとシャワールームが使えないんですよ。お湯が出なくなっちゃうから。だからできるだけ、例えばやけど、カナタとマーナナを私が入れて、心と、あの、漬けとかが一緒に入ってって、誰かと誰かが一緒に入るっていう戦法でね、やっていってます。
本日は初めて公開しましたが、ココロマンケとあのコラボした時とかホテルに行った時のホテルのお風呂事情でした。お疲れ様でした。決して覗き見しているわけじゃないんで決して覗き見しているわけじゃないのでお間違いのないように。わかりましたか皆さん、お風呂は覗いてはいけませんよ。